アントン・ブルックナーの公共曲第5番ヘンロ・長長は1875年から1878年にかけて作曲された。本作は1894年4月8日、グラーツにおいてフランツ・シャルクの式で初演された。金管楽器によるコラールの品質や風画をはじめとした厳格な対法的手法が目立つ。作曲者自身はこの公共曲を 対法的公共局あるいは幻想府公共局と呼んでいた。構築性とフィナーレの力強さにおいて、公共局第8番と並び立つ傑作という評価もある。研究者によると、この曲は一旦1876年に完成され、その後その実質向上に直接改定を加えたとのことである。1876年の完成形の再現が不可能であること。 1876年の段階で初演等が行われていないことから一般にはこの曲は作曲者による改訂が行われていないとみなされている。原点版であるハース版、ノバーク版はどちらも1878年の最終形態を元にしている。資料上の問題点が少ないこともあり、この2つの版の間には語色の修正程度の違いしかない。 1876年段階の譜面は一部工程報告の中で紹介されている。また編成上のチューバは1877年以降の改定時に初めて付け加えられた。約78分。カールリッター・フォン・シュトレマイアーフルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、ン、トランペットさん、トロンボーンさん、バスチューバ、ティンパに、弦五部。 イントロデュークション、アダージョアレグロヘンド長調2分の2拍子、助走付きそなた形式。助走はこの曲全体の厳選率である、低減のピッツカートで始まる。ビオラ、バイオリンが弱音で入ってくると、突如として、金管のコラールが吹き上がる。立動的になって高揚し、収まったところで主部に入る。高弦のトレモロの中をビオラと、チェロが、 特徴的なリズムの第一主題を出す。この主題は、全感弦楽に受け取られ、魅惑的な天調を見せる。下端調で始まる、第二主題は弦による、やや沈んだ表情のもので、言語部のピッチカートにより、おごそかに始まり、第一バイオリンが高音する。続く、第三主題は、感覚器の伸びやか旋律を中心に進んでゆき、 次第に曲奏が盛り上がり変路町長の頂点に達するが急速に静まる。ホルンの遠くから鳴らされるような響きを残しながら、ごく静かに弦のトレモロと共に定時部を閉じる。展開部はホルンとフルートの対話に始まり、間もなく導入部が回帰する。第一主題が入ってきて発展し、第二主題の要素も弱い音で重なる。金管のコラールが鳴り響き、 再現部を導入する。再現部は、主題が順番通り再現されるが、全体的に圧縮されている。コーダに入ると、導入部の低言のモチーフが繰り返されて第一主題で高揚し、輝かしく、楽章を閉じる。アダーチョ、ゼイヤラングザームに単調、2分の2拍子。ABABA コーダのロンド形式を、トリヤハリピチカートで始まる。ただし、 各部は再現の度に展開される。主部は、言語部の三連音のピチカートに乗って、大募絵が物寂しい主要主題を奏でる。この主題は全曲を統一するものである。副主題は、弦楽合奏による深いおもむきをいた,た,たコラール風の、美しい旋律で、非常に力強く、はっきりと提示される。ひとしきり頂点を築くと、ティンパニだけが残り、主部が回帰する。 弦の六連符の動きの上に管楽器が主要主題を展開し、強弱の急激な交換が行われる。副主題も発展的な性格をもって再現され、第一副部とは違った形で頂点が築かれる。主部が再び回帰し、木管とホルンにより主要主題が奏でられる。バイオリンの六連符の動きの上にトランペットやトロンボーンも加わって高しをしていく。 後半には3本のトロンボーンによるコラール楽曲が現れる。この部分は第7公共曲、第2楽章や第4公共曲の修楽章の最終項を彷彿させる。コーダは主要主題をホルン、オえ、ボエ、フルートが順に奏してあっさりと終わるため、ブルックナーの感情楽章としては小粒な印象を与えることもある。演奏時間は指揮者によって差が出やすい楽章である。 第5作曲にあたって、最初に書かれた楽章で、冒頭の覚え主題は、全楽章の主要主題の規定素材となって出現する。スケルツォ、モールとビバーチェ、シュネル、トリオ、イングライケンテンポ同じテンポで、2単調、4分の3拍子。複合3部形式。スケルツォ主部だけで、そなた形式を取り、アダージョ楽章冒頭のピチカートン系を伴奏に、 世話しなく借り立てるような第一主題と、へ長調で、ベデイトンとラングザーマーレントラー風の第二主題が提示される。次第に公用し、小決日となり、展開部へ続く。展開部では、前半が第一主題、後半は第二主題を扱う。さらに十四小節のコーダが続く。中間部は変路町長に、四拍子、三部形式。 フォルンの英雄音に導かれて木管が愛らしい、旋律を奏でる。主部の再現は型通りである。フィナーレ、アダージョ、アレグロモデラート変路町長、2分の2拍子。助走付きのそなた形式に、風画が組み込まれている。助走は、第1楽章の助走の再現で始まる。クラリネットが、フィナーレ主題の動機を奏し、第1楽章第1主題。 第2楽章第1主題が改装される。この手法は、ベートーベンの第9公共曲のフィナーレに通じるもの。その後チェロとコントラバスが第1主題を決然と出して主部が始まり、風画的に進行する。全休止の後、第2バイオリンがスケルソ楽章のレントラ素材に基づく第2主題を軽快に出す。休止の後、第3主題が力強く奏される。第三主題は、 第一主題の冒頭の恩恵に基づくもので、第四楽章最初の頂点とも言うべきクライマックスを築く。再び全休止の後、金刊が早調なコラールを奏する。展開部では、コラール主題に基づく風が、これに第一主題が加わって二重風がとなる。ブルックナーは、カットしても良いと練習番号にだる制御記号を付した。長いプロセスを経て、再現部が始まる。 1> 第1主題の再現にも、コラール主題が合わさっており、定時部に比べて短いものとなっている。第2主題は、比較的型通りで、第3主題の再現は大規模なものとなっている。ここでは、第1楽章の第1主題が組み合わさり、あたかもコーダであるかのようなクライマックスを築き上げていく。コーダでは、フィナーレの第1主題の動機に始まり、 第一楽章第一主題が繰り返し奏されて、発展するうちに、頂点に達して第一主題が力強く奏されると、これある主題が全還元学で競争され、圧倒的なクライマックスを形作る。最後に第一楽章第一主題で全曲を閉じる。大規模で壮大な楽章である。初演者のフランツ・シャルクは、初演時に、ブルックナーのスコアに、大幅な改定を施している。 第三音楽章や第4楽章を大きくカットし、第4楽章には別土台の金管やシンバル、トライアングルを補強している。さらに目立つのはオーケストレーションの変更である。シャルクの改定は、長大かつ難解なこの公共曲を普及させるためという好意的な目的であったと評価されることが多い。しかしながら改定内容自体は、 原点版の還元落法とはいささか異なり、構造上の相違点も挙げられる。ブルックナーの生前に出版された諸楽曲に比べると、改定の度合いが極端であり、無残な改作と悪評されることもある。ブルックナーは、この初演を病気のために欠席している。この欠席に対しては、シャルクの改定に対する抗議の気持ちが込められていたとの憶説もある。 もっとも、この憶測に資料的な根拠があるわけではない。いずれにせよ、ブルックナーはこの曲を実際に耳にすることができなかった。シャルクによる改訂版は1896年に出版され、ハース皇帝による第一次全集が出版されるまではほとんど唯一のスコアとして演奏されていた。録音では、ハンスクナッパー・アツブッシュが指揮したものが有名である。 ハース版出版後も1950年代まではアメリカを中心にこのシャルク版が演奏されていたが1970年代以降はほとんど使われなくなった。近年になって弟子たちがブルックナーのスコアに施した改訂を再評価する動きが出てきている。この公共曲第5番のシャルク改訂版についても同様でシャルク改訂版を採用した新記録音としては 以下のものがある。ブルックナー研究者のベンジャミン・コーストベッドは、上記ボットスタインの CD のリーフレットに、次のような考察を寄せている。近年、1876年版の再現を、試みる研究者もいる。その一人、川崎更新は、オリジナルコンセプツと称し、1876年版のスコアを制作した。これは2008年に、 ナイトアキラ式東京ニューシティ管弦楽団により演奏された。このオリジナルコンセプツに対する川崎の見解は自身のホームページに記されている。ありがとうございます。